こんにちは、工場長です。さて、大晦日ですね。今年も残りわずかになりましたが、皆さんどんな一年でしたか？今日は今年最後の動画ということで、こちら作っていきたいと思います。ちょっと段ボールなのでよくわかんないと思うんですけども、こちらなんと神社です。今年は本当にいろいろありまして、いいことも悪いことも、まあ毎年いいことも悪いこともあるんですけども、今年は特に印象深くいろいろありまして、神頼みでも本当にしたいぐらいの勢いだったので、こちらを作って1年の振り返りとか来年の目標とか、なんかぺちゃくちゃ最後なのでお話ししていけたらなと思います。まあ、大晦日で多分皆さんも忙しいと思うんですけども、まだ大掃除終わっていない方、私もなんですけども、なんかながら作業しながらでも見てくれると嬉しいです。それではよかったらお付き合いください。それではまずこちら箱から出していきたいと思います。これがすごく可愛くて、まだ組み立ててないんでわかんないと思うんですけど、この組み立てた姿見て、もしよかったら皆さんもぜひ、楽天で売っていたので概要欄にリンク貼っておきたいと思います。なんかパーツが2つに分かれていて、まずこっちが爪研ぎトレイだそうです。じゃじゃじゃーん、これ神社って言ったけど猫用神社です。こんな感じ、よいしょ。おー、なんか段ボール工作みたい、いろいろと入っていますね。意外とパーツが多くてちょっと難しそうな感じなんですけど、まずは賽銭箱から作っていきたいと思います。これが賽銭箱らしい。段ボールに折り目がついてるので、この通りに折り曲げて、はい、賽銭箱できました。すごい簡単ですね。組み上げていくのが複雑かなと思ったら意外とできる。続いてこちらで障子を作っていきたいと思います。これが全部くり抜けるようになっているので、まずこれをくり抜いちゃいます。そしたらこの付属の両面テープ、これをこの端っこに貼って、そしてついていたこちらの紙を貼り付けていきます。それでこれをね、閉じるようにして貼るらしい。じゃじゃじゃん、障子。すごいパリッパリ取れて楽しい。これで今作ったこちらの障子をここに取り付けるみたいです。この穴に差し込んで、すごいこれちゃんと開くようになってる。すごくない？ちゃんと開け閉めできる扉です。よいしょ、後ろ閉じるよ、閉じちゃうよ、閉じますよ、はい、あ、ごめんね。後ろ側がついてだいぶ家っぽくなってきました。意外と大きい。やるね。これが瓦屋根のパーツだそうです。これを屋根の方に取り付けていきます。屋根乗せていきます。あー、すごい、こうなるわけね。瓦を取り付けていきます。かわいい。最後にこちら屋根のところに取り付けていきます。うわ、屋根つける前にこの紐を取り付けておくっていう説明を読み忘れてたので、この状態からつけれるかな。よいしょ、取った。で、反対側も
よいしょ、通りました。かわいい、すごい神社感。これで鈴を取り付けていきます。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、猫神様やめてくだされ、猫神様、猫神様まだやめて、こうでかわいい。ちょっと待ってね、よいしょ、いいんじゃない、これちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、待ってよ待ってよ、どうぞ。よし、できました。完成。あっという間、難しいかなと思ったんですけど、多分30分ぐらいで出来上がったんじゃないでしょうか。そしていい感じにゴムも入ってくれていて、猫神社の完成です。ちょっとごめんね、下に最初のこの爪研ぎのやつ、これをかぶせたり、あとなんかトイレカバーにも使えるみたいです。おー、ここですね。いいじゃん、ということで猫神社完成しました。嬉しい、めっちゃ可愛い。ボムも気に入っているみたいで、中でくつろいでくれて、いい感じに猫神様になってくれそうです。これで年を越す準備もできたということで、2021年、皆さんはどんな年でしたか。私は多分そんなにいつもと変わらない年だったんですよ、多分全体的に見ると。ただ健康運がガタ落ちで、来年は健康をちゃんと大事に、健康に生きていきたいなと思いました。もう仕事とかさ、プライベートとかさ、そんなことよりもまず健康だなって思います。っていうのも、今年のまず春から始まったんですけど、健康診断が毎年あるんですよ、ありがたいことに。でその健康診断で実は去年も引っかかってて、で夢じゃないかなと思って、今年も受けたらやっぱ引っかかって、病院に一応行ったら、子宮頸がんの高度異形成っていう、子宮頸がんじゃないんですよね、がんの手前の手前の手前の、なんかもう早期発見状態みたいな、このままほっとくとがんになるリスクがあるかもしれないよぐらいの感じのものなので、一応経過観察して悪くなったら取っちゃいましょうっていうやつで、今通院をしている2021年です。これが本当女性に多いみたいなので、女性の方は本当に健康診断ぜひチェックしていくといいんじゃないかなと思います。本当早い段階に見つかれば、そんな大したことはなくもなくもないとは思うんですけど、手術ってやったらなんでやだなって思うけどさ、取っちゃった方が楽なのかなって、まだがんになる恐れがあるだけだから、別に治るっていうか良くなるかもしれないけど、どっちだろう状態なんですよね、まあ、そんな感じでくよくよしててもしょうがないので普通に生きてるんですけども、本当に健康診断行ってない方はぜひ行ってみてくださいっていう、なんか健康喚起してるんですけど、それはさておき、そして最後、この年私に襲いかかってきたのが、楽しみにしていたクリスマス時期、クリスマスの何日か前ぐらいから喉が急に痛くなって、本当に声が出なくなったんですよ。喉の痛みとかっていう話じゃなくて、もう喉の激痛なんですよね、声がうんしか出なくて、痛すぎて夜間の救急病院みたいなところに行ったんですよね。で夜間なので、喉の専門の先生とかいなかったので、一応コロナとインフルエンザ、あと溶連菌の検査をして全部陰性だったんですよ。で次の日もう一回ちゃんと喉の先生がいる日に行って、採血とかいろいろして確かめてもらって、話せなさすぎて入院するかどうかぐらいまで行ったんですけど、喉の痛みで入院ってちょっと私の中では
なんか なくて、でも本当入院しようかなって考えるぐらいの痛みだったんですけど、まあ、家に帰、体は元気だから家に帰ったんですよね。でそれから数日後、まだ検査結果、年明けになんないとちゃんとしたのは出ないんですけど、まだちゃんとしてないの出る直前でもう一回病院に呼ばれて、そしたら日本でまだ26人だか5人ぐらいしか症例がないやつかもしれないみたいな、そんな感じのことを言われて、今抗生剤飲んでるんですけど、年明けその菌がまたいないか採血をしてチェックをする。そしてその菌の原因がボブみたいなんですよね。これが本当に悲しくてめちゃくちゃ悩んでいるところなんですけど、ボブ経由、猫からの感染症らしいんですよ。だから来年はボブもちょっと大学病院とかに連れてって採血してもらって、でちょっといろいろとボブには負担かけちゃうと思うんですけど、ボブから治してボブともども私もちょっと健康な1年にしていきたいなと思います。そんな感じの年末でした。なかなかね、喉の痛みが引かなくて5日間ぐらい本当布団の中、寒気もして動けない状態で5日間初めて寝ました。なので健康って大事だなーっていう感じそんな感じです。いやボブもね、私が悪いっちゃ悪いっていうかさ、すごい咳が気になってたんですよ、猫の咳で。何回か病院に行ってたんですけど、風邪って言われて、でレントゲンも1回撮ってもらっても気管の大きさとかは問題ないって言われて、でも猫初めて飼うから猫ってこういうものなのかなって思って見てたんですよね。でこの度私もちゃんとかかって、それで猫からの感染っていうのが分かったので、私がかかってなかったらボブは未だに分かんない、猫は無症状なのかもしれないけど、でも咳はあったのでそれに苦しんでたかもしれないので、ほんと2人揃って病院にかかれて嬉しいですね。嬉しくないけどさ、いや本当良かったと思う、本当に。そして2022年、もう2022年は本当に健康を第一に考えた年にしたいなと思いまして、まず歯医者に行って親知らずあるんですよ、それを抜く。普段痛くないんですけど、なんか大事な日の前とか痛くなるんですよね。コロナで中止になったんですけど、2年前ラスベガス旅行に行くって計画していた時も、旅行前に痛くなって抜いとけばよかったって、結局旅行には行けなかったんですけど、その後痛み引いちゃったので放置しているまんまなんですけど、またなんかそういう楽しみがある時に痛くなったら困るので、まず絶対来年は親知らずを抜きたいと思います。目標ちっちゃいですね。そしてまだあります。今回のその猫の感染、もしかしたらなんですけど、子供の頃3種の混合ワクチン、なんかジフテリア系のやつを受けてない可能性があるかもしれないみたいな、うちの母親にも確認は取ったんですけど覚えてないらしくて、なのでそれも含め一回私が過去に何のワクチンを打ったのかっていうのも全部確認していきたいと思います。で足りないものはもうどん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 打ち込んで、本当に体を強くする年にしていきたいと思います。これもちょっと目標ちっちゃいですね。もう一個あります。来年はちょっと健康から今から離れるんですけど、ハンドメイドのなんかイベントに出たいなと思っています。まあ、ハンドメイドのイベント出るって大変なことだと思うんですよ。いろいろ商品もいっぱい作んなきゃいけないだろうし、それをちょっとずつちょっとずつ作って、まあ秋とかかな、まあ、目標は夏かな、なんでもいいからなんかハンドメイドの出品をする。そして今羊毛フェルトの教室通ってるんですよ。で普通の羊毛フェルトじゃなくて、すっごくリアルな動物を作るやつあるじゃないですか。それで私は猫を作りたいなって、それがきっかけで通い始めたんですけど、ボブのすっごいリアルな羊毛フェルトを作るのが目標です。なんかちっちゃいな。皆さんの目標は何ですか？まあ、来年もとにかく、まあ、YouTube の動画はもちろん、健康面、あとハンドメイド、そういうところを重点的に楽しんでいけたらなと思います。まあ、とにかく皆さんも本当に健康って大事だと思うので、お体には気をつけて良い年をお迎えください。ということで
正座しよう。このジーパンがさ、めちゃくちゃ硬くて正座がちょっと痛いんですよね。だけどちょっと最後なのでよいしょ。ということで、2021年、私の動画見てくださった皆様、コメントくださった皆様、グッドボタンくださった皆様、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。よいしょ。それでは良いお年を。また来年。バイバイ。